こんにちは。ふくつく帽子の鳴き声を紹介しましょう。カメムシメ、横ばいアモク、セミ科のセミで、夏の終わりから初秋にかけて、午後から次第に鳴き出します。警戒心が強くて、たくさん鳴き声は聞こえてきますが、探すのが難しいセミですね。では、鳴き声をどうぞお聞きください。ふくつく帽子、逃げていきましたね。では、またお会いしましょう。